On arrival at Kanachi Railway Station, you cross this overpass, look across the rice paddy, and there's Nakanishi Chinshoen. ようこそ Chinshoen. どうぞ。Nakanishi Chinshoen is run by Yoichi Nakanishi and his wife Kana, a former English teacher. This beautiful Japanese garden that we enter through is a reflection of the changing face of Kanashi Bonsai. Once considered to be a production area primarily for the wholesale export of bonsai, today Kanashi reflects the values of bonsai art lovers both international and domestic. こちらが盆栽の棚場になりますね。今は夏場ですから、だいたいこちらが半分が松柏、日当たりのいい、樹種を集めています。向こうが関連紙貼っているのが、雑木類、だいたい落葉樹とか、太陽遮光した方がいい樹種を集めて、そういう置き方をしております。There were a few customers while I was there, little pines like this, Japanese white pines about thumb thickness, sell for around 20 Aussie dollars. And the sales area is also the work area, with all the space you could need and a wonderful library and a tokonoma. 軸と合わせた感じで。こういったトコノマで盆栽を楽しむのも一つの方法ですし、こういった庭の利用して盆栽を取り入れて展示するのも一つの楽しみだと思いますね。And just up the road from there is Yoichi and Kana's beautiful home. These bonsai trees are sitting out on the street, so I'm not even going to bother to show you what's behind the fence there. But we are going to get a peek inside to this purpose-built new Japanese traditional modern style dwelling, which is for the use of international visitors who wish to come and study the art of bonsai in a working bonsai village. I askedYoichi, which was his favorite bonsai. これは樹種は、津山ヒノキになります。樹形的には、寄せ植えになりますね。僕が、この木の好きなところは、なんといってもこの人工的でないところが、非常に、好んでいるところですね。作為がないと言いますか、自然に伸びて、人工味が感じられないというところと、あとはもう風を感じるという。やっぱり盆栽としてはこう風を感じるような樹形が僕としては好きですね。こう正面から見ていただくと、このバランスも非常に面白く、その中でも形にはまっているようではまっていないというか、自然なところが非常に味があると思いますね。こういう木は、飾っても非常に飾り映えがするというそういった樹形になっていると思います。木梨町の花田明志園さんのお宅にお邪魔しております。園主の花澤さんです。こんにちは。素晴らしい展示ですけれども、床の間飾りですけれども、これはどういった意味合いがあって飾ってますか？はい、これはですね、夏のですね、日本のですね、小川っていうか、
川の下流をイメージして飾らせてもらいましたね。ああ、なるほど。いやー、綺麗ですね。あれは魚ですね。鮎ですね。あ、鮎ですね。はい、ああ、そうですね。川だから鮎ですね。あれは足ですか？あれは紅足ですね。ああいうのがこうなんかこう小川のなんかイメージが湧きますね。そうですね。こっちには何もないんですね。The Takanoma is like a display alcove in the traditional Japanese home. Takahito then set up another display. 照明。照明いらんですね。スポットいらん。うん、いらない。なんか電化そう。いかんな。うん。ファーってやったらこれです。いっぱいファー。ああ、ちょっと変わった。これがよう聞いとる、これが。あ、ええ感じ。Bonsai, ikebana, stones, scrolls can all be integrated into the display. And then I spotted a glorious little trident maple, which I asked the guys to discuss. そうですね。もうだいぶ年食ってると思いますね。大自然の大木っぽく見えますよね。すごいなと思いますよ、こういうの。肌もね、いい肌着てるしね。あとね、後ろもまあ全然傷がなくて。こういうのはなかなか難しい、ね、説明するのが難しくてなかなか評価が難しいと思うんですけれども、いい持ってますね、これはね。ありがとうございます。So that's exquisite bonsai and tokonoma decoration from Takahito Hanazawa. I asked Mitsuo about the potting medium. 黒松、まあ四国では黒松、五葉松、大宮なんか関東エリアでは赤玉を使ったりしますが、四国ではそんなには使えません。それは天候の違い、もう一つはその中に環境の違いももちろんあるんですけれども、こういうふうなのは赤玉を使わなくてもうちの方ではいいです。でとにかく関東の方だと寒いので、こういうふうな砂地だと凍っちゃって根が傷むそうです。ですけれども四国の方はそんなに寒くなりません。まあマイナス3度ぐらいまでですよね、冬場でも。ですからそういうふうなことでこういうふうに砂を使って生育しています。そちらの方が根がギューッと伸びますんで粗くっていうか土自体が粗いものですから、その根がギューッと伸びますんで芽も元気よく出ます。どうしても赤玉のところで根はそこに水分が非常に簡単に取りやすいものですから、そこで根がとどまってしまうので、最終的にこういうふうな育成中の鉢に上げてすぐっていうような形のやつっていうのは砂根なんかでやりますけれども、まあもうこれ以上枝は伸びなくていいや、枝が幹は太らなくていいやという人たちはもう本当にこの砂の中に赤玉を混ぜてですね、あとは懐の方に枝を作るために根がビューッと走りますと枝も走ります。根が手前の方で細根が出るようになると小枝も出てきます。ですからそういうふうな方向で用途に合わせて使っていけばいいと思います。これはことぶきという品種です。黒松の中の品種になります。これでだいたい3年生になりますね。これを僕たちは、畑に1回下ろしてだんだんと育てていきます。年2回の剪定を行って植え替えもしていきます。でこちら並んでいるのが、各年数になりますけれども、こちらでだいたい6年生、価格はだいたい3000円になりますね。こちらで10年生になります。これが12年か3年ですね。これが15年生、でこれでだいたいまた20年生、
これで25年生になりますね。で、これが30年生になりますね。で、こちらが40年生と。こういった流れで、だんだんと木が大きくなっていって、剪定を繰り返しながら、盆栽を育てていっています。まあ、基本的に価格的で、この辺りで25万円とか。こちらでしたら5万円から6万円ぐらいのお値段になります。で、今の時期はちょうど、8月の後半になりますから、ここで僕たちは芽切り作業という作業がクロマツにありますけど、カットして、6月の末に芽切りカットしたこの次の1番2番目がだんだん今大きくなっているところですね。ですから、この黄緑色は芽切りした次の芽が今伸びていっている途中になります。で、水かけは夏場でしたら、1日2回今水かけをしてますね。このように木梨の人たちは苗からだんだんと大きくなる何十年生までを育てていって、こういった作品に仕上げております。ことぶきの説明をいたします。ことぶきというのは黒松の中の種類ですけれども、特徴といたしましては、この葉が短く緑が濃いのが特徴になっております。芽切りをしていただいたら、この短い葉がきれいに揃って棚ができますので、非常にヨーロッパとかアメリカでも好まれている品種の一つでございます。 Next time we're going to meet Keiji Kandaka and his wonderful bonsai and extraordinary big in the ground pine. Mitsuo Matsuda is going to make some Shimpaku distinctions and show us some needle cutting techniques as well. That's in the next episode of World of Bonsai.